きです。今回は月に1回お送りしているシリーズ景観まちづくり、今回は外目の文化的景観編ということでお送りします。スタジオにはおなじみの景観専門家の高尾忠さんと世界遺産推進室の友永さやかさん、そして中野智文さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。平成25年4月に始動した長崎市景観専門館プロジェクト。景観専門館とは長崎市が行う公共事業の景観アドバイスと事業を通しての職員の育成をミッションとされているんですよね、高尾さん。はい、そうですね、はい、毎日職員と一緒に悩んでます。そうなんですよね、はい。景観専門館の高尾さんは九州大学持続可能な社会のための決断科学センターの准教授で、公共空間など景観が専門です。自治体のまちづくりプロジェクトなど様々な事業に携わってこられました。さあ、今回お送りするテーマは、外目の文化的景観ということで、今年の7月に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に登録されてかなり話題になりましたよね。もう今年長崎で一番大きかったニュースと言ってもいいんじゃないでしょうかね。で、外目もですね、構成資産として非常にこれ重要な場所となるんですよね、友永さん、はい。特徴はちょっと改めて教えてもらっていいですか。はい、今回世界文化遺産に登録された12の構成資産のうち、外目には羊集落と大野集落の2つがあります。はい、はい。この2つの集落は至る所に石積みが見られ、外目地区の特徴となっています。もともと外目は急斜面の場所が多く、生活するためには斜面地を開墾する必要があります。その際に出土した石を使って、うん、段畑や石垣、墓地、住居の石塀など外目地域独特の石積み集落景観を形成しています。うん、はい。この景観が江戸時代から変わらず引き継がれており、潜伏キリシタンが生活していた風景が今も残っているのがこの地域の特徴です。はい。そんな外目地区の景観は今回の世界遺産登録に向けての動きよりも随分以前から、これ注目されていた場所なんですよね。重要視されていたんですよね、中野さん。はい、そうですね、現在外目地域は国の重要文化的景観に選定され、集落が文化財となっています。はい、重要文化的景観の制度は平成16年に始まった比較的新しい文化財保護の手法です。人々が暮らしていく中で自然と共生しながら作り上げた風景で、生活風景の文化財と言われています。はい、現在全国で61件、選定されています。それで長崎市は平成20年度から取り組みを始め、平成24年9月に須牧野地区が長崎市外目の石積み集落景観として重要文化的景観に選定され、その後平成30年2月には、はい、大野赤首地区も追加選定されています。世界遺産登録以前すでに国にとって重要な資産であるということが認められていたんですね。そうですね、今回テーマになっているこの文化的景観というので大事なのは、はい、景観は見た目じゃないということなんですね。はい、その地域がどのようにして現在の姿になったのかっていうのを、地理とか歴史とか民族とか産業とかですね、さまざまな観点から読み解いていって、その地域をその地域たらしめているアイデンティティを見つめ直します。はい、でそしてその見つめ直したアイデンティティをこうどうやったら守っていけるのかっていう方策を考えていくっていうのがテーマになります。ではですね、具体的にどういった整備を行っていったのかをここからはご紹介いただこうと思います。まずは大野教会堂周辺の整備について中野さん教えてください。はい、大野集落は来訪者の増加に対応するため、はい、駐車場、トイレ、歩行者ルートの整備に取り組みました。はい、駐車場とトイレと歩行者ルートを整備したんですね。はい、でこれらの整備は文化財や世界遺産の価値を損ねないよう、周辺環境に馴染むようなデザインを考えています。はい、で駐車場はコンクリートで舗装していますが、コンクリートに入っている石が見えるように仕上げております。はい、でトイレは石積みの建物、地元では練り塀と呼びますが、はい、それを題材にしています。雰囲気ありますね。はい、で歩行者ルートは石積みの階段として、駐車場と同じ舗装にして大野教会堂までの目印になるように工夫をしています。あ、
確かにこれ変わりましたね、はい、なんかどれもやっぱりこうちょっと温かみのある感じ、柔らかい雰囲気になんか、うんね、そうですよね、変わったという感じがしますよね、うんうん、はい、まあ、でもその中でも駐車場が結構これ苦労したということなんですよね、はい、駐車場の枠線も石で整備をしました、はい、駐車場の舗装と色合いなどが同調して枠線が見えにくいという意見が、はい、前にある写真ですけど、はい、これ、はい、あ、確かに全く分からない、線がほとんど分からないと思うんですけど、はい、線入ってるんですね、入ってます、はい、石でしていますが、はい、見えにくいと、でその後石の表面をペンキで白く塗ることになってしまいました。で、まあ、景観面ばかり考えてちょっと失敗したかなというように今はちょっと反省しております。あ、これが良かったってことですよね、分かりやすくなって、ね、機能面もやっぱり必要かなという点が、そうですね、はい、ありました。あ、これは見やすいです、車ぶつからないで済みます ね、うん、すね、やっぱこういったことがちょっと今回避けられなかったんですかね。そうですね、まあ、もちろんこういうのは避けなきゃいけないことなんですけども、うん、やっぱり文化的景観って非常に難しいテーマで、まあ、文化的景観を守っていくためにはその地域が持続していくってことが非常に重要なんですよね、はい、地域そのものがですね、うん、でそのためには、まあ、地域が時代に応じてこう変化していくと、変わっていくということをある程度許容しなきゃいけないと、はい、だけど一方ではその地域の歴史性とかアイデンティティをきちっと守っていくということもやらなきゃいけなくて、その2つの中でどこまでの変化が OK でどこから先はアウトなのかという判断が、まあ、こういう個別の具体的な案件になってくると一つ一つ結構難しくなってくる。確かに。で、まあ、求められるものは時代によっても変わりますので、はい、もうこれからもずっとこういう試行錯誤がこう続けられていく、うん、まあ、そういう、まあ、葛藤というかですね、そういうものがこの白い線に現れていると。あ、なるほど、やっぱりいいものは守っていかなきゃいけないし、うん、でもちょっと変わらなければいけないところもありますよね、うん、たくさんの方が見えるわけですからね、うん、で他にもいろいろと改修されたところがあるということで、はいはい、出教会堂の周辺環境の改善のため、教会付近の白いガードレールを石積みの色に近いダークグレーのガードパイプに取り替えを行っています。白からダークグレーに変わってますね。はい、はい、でその他観光面の対応として駐車場から歩いて回遊できるように誘導サインを設置しています、うん、基本は長崎市統一のダークブラウンの矢印ですけど、例えば教会堂付近の背後の屋根の色を考慮して、こちらではダークグレーのサインに、設置をして設置する場所に応じた対応も心がけています。へ、統一した感じで、そうですね、うん、はい、素敵ですね。まあ、文化的景観はもうよりさまざまな側面からいろんな側面から考えてこれ整備を行っていかなきゃいけない、うん、ね、ということなんですね、はい、ここまではすでに改修を行ったところを教えていただきましたけれども、今進行形で行っている場所もあるんですよね。はい、はい、はい、友永さん、はい、現在は登録記念名板の設置を進めています。はい、登録記念名板、はい、はい、世界遺産の登録を来訪者の方にお伝えするもので、この名板が実はとても大きくて、はい、高さが160センチほどあります、はい、今日は実物大の段ボールを持ってきています。はい、これですか。はい、実物大、はい、確かに大きいあ、よく観光地なんかに行ったらこう、はい、あるような案内板のようなものですよ ね、はい、すね、今持ってくださっているのが広報校長が田中さん、150何センチですか。5センチ、あ、ね、そこからだいぶ上にありますからかなり大きなもの、はい、これ段ボールなんですよね。そうですね、これを持って、はいはいはい、何に使うんですか。はい、私たちも大きいなと思ったので、はい、これを現場に持って行って、まあ、実際に、まあ、設置する場所に持って行って、どの場所が一番適しているかっていうのを検討しました。あ、それ実際持ってた現場で、はいはい、こんな風に、うん、そうですね、はいはい、当然観光客の方も多く来られるので、はい、記念撮影スポットになるようによりフォトジェニックな場所にとか通行の邪魔にならないような場所になど、さまざまな視点から考えて場所を決めました。これ何箇所にも置いてみたってことですか。はい、そうですね、はい、合う場所を探されたんですか、3人で。へえ、あれ持って、はい、目立ちますね。3人で集落の中行ったり来たりしながらですね、はい、こう実際に置いてみて写真を撮ってというのをやりました、うんうん、でまあ、文化的景観の主役になる、まあ、その教会とかそういったものの眺望を妨げることなく、まあ、周辺景観にも馴染ませながら、うん、
まあ、でも記念碑だからこういうあの、ね、あれ記念撮影の練習して絶対遊んでるわけじゃなくて、ね、はい、練習です、はい、あの記念撮影したらこんな感じになるねっていうのを実際撮ってみてるんですけども、うんうん、まあ、こういうのいっぱい撮りながらですね、悩ましくて、実際あの集落の中だとすみません私の診断ちょっと道も狭かったりして置けるところもですね限られていて、まあ、そういうのを現場見ながらいろいろ試行錯誤してやってきました。でもこういうのやっておかげでですね、はい、あの友永さんにもすごくこの景観の考え方が伝わったなと思いますので、そうですか、汗をかいた甲斐があったなと思います。確かにあれ一つ置くのでも確かに背の高いものですからね、場所重要ですよ ね、 ですね。でも実際決まったんですか、どこに置くかって。そうですね、あ、決まった、はい、よかった、ちょっと見に行ってみなきゃなと思いましたね、世界遺産登録の陰で皆さんいろいろとこう地道なことをされているということなんですね。本当みんな一緒になってね、外目のこの景観を守っていかなきゃいけないなっていう気持ちにさせられますね。さあ、それでは最後にお一方ずつメッセージをお願いします。まずは友永さん、はいはい、長崎市では長崎市の外目の石積み集落景観の特徴である石積みで作られた練り塀の家屋の窓から見える急斜面の地形と進む殿の夕日といった景観を表現したエンブレムを作成していて、はいはい、このエンブレムを使ったグッズなども、はい、作っています。はい、コースターとバッジ と、はい、手拭いとか、はい、そうですね、このエンブレムを使ったグッズでを地元住民の方だったりイベント会場などで配っています。あ、配ってくださるんですか、はい、地元の方だけでなく市民の皆さんに愛情を持ってもらえるようにこれからも整備を行っていきます。うん、では中野さんいかがでしょう。はい、長崎市では、このように石積みをめぐるマップを作成しています。あ、そうですか、はい、どれもだいたい1時間程度で回ることができます。うん、で集落に着くとあの外目の民族資料館がありますのでそちらに置いてあります。でその中にはあの石積みとか世界遺産の紹介もありますので、うん、ぜひそこに立ち寄ってもらって、これを片手にぜひあの石積み、はい、世界遺産を楽しんでもらいたいというふうに思ってます。そうですね、はい、では最後に高尾さんお願いします。はい、あの文化的景観というのはこう変化を重ねていくことによって価値を守っていくっていう、まあ、松尾芭蕉が言った不易流行そのものですね。あとあの今日はすいません便乗して私もちょっと宣伝させていただければと思うんですけども、はい、あの12月の7日に市民会館文化ホールで、うん、あの長崎から景観まちづくりを考えるということでシンポジウムを開催しますので、はい、あのぜひ皆さん参加いただければと思います。うん、はい、12月7日金曜日、はい、参加無料。詳しくはあの広報長崎11月号をご覧いただければ。あ、載ってるんですね。はい、よろしくお願いします。はい、いろんなお話が聞けると思います。コーディネートされてるんですね、はい、ということです。さあ、今回はシリーズ景観まちづくり外目の文化的景観というテーマで景観専門家の高尾さん、世界遺産推進室の友永さん、中野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。